はいどうも、マナマンです。今回はですね、ガチャの方を引いていきたいと思います。ユーロピアンチャンピオンシップスターズ、まあ CL ガチャのことだと思うんですが、これのボックスガチャと、フラメンゴと、バスコダガマの、注目選手ガチャが来ております。まあこのバスコダガマの方ね、まあ、黒の選手はいるんですが、まあ、多分こっちは今回スルーかなっていう、まあ、スキルも持ってる選手が少ないしね。こっちのフラメンゴの方は黒が確定なんですよね。まあ、こっちのガチャを3回引いてから CL ガチャって言っていいのかわからないけど、まあ、CL ガチャの方、ボックスガチャの方をね、どうしようかな、24回かな、ちょうど半分引いていければなと思います。さあ黒は確定だからね、このフラメンゴガチャは。縁引き、先週確か縁引きっていう選手センターバックでいたような気がするんだけど、兄弟かこれ。まあ、3回引くんですけど、まあ、被らないでほしいね今んとこ。注目選手のガチャで被ったことないんだよね確か自分。オッケー、かぶりなし、いいよ。さあラスト、お、ディフェンスの選手ってことはかぶりなしか。いいね、右サイドバックめっちゃくちゃ速いしね。まあスキルはないけど、右サイドバックで黒って、うん、速い選手誰かいたっけ。ベジェリンあたりか。まあ黒じゃないと思うんで、まあこの黒選手は使えそうな気がしますね。では今回こっちですね、498で黒が86%ぐらいかな、 6% ぐらい黒かな。さあまあここで補強したいところはやっぱ前線の選手ですね。まあ、ロナウド、ネイマール、グリーズマン、サラあたりかな。まあの総合値高い選手で、まあ、コーチーニョとかも欲しい。まあ、セントラルの控えだとビダルと、あとナインゴランがもうちょっと下か、85だけどこの辺が欲しいかな。よし、じゃあ引いていくか。24回かな、ちょうど6000コイン使って、あ、 GP だもんね。コインで引いていきたいと思います。さあイタリア、金は飛ばすか、一応黒だけを演出見ていこう。スペイン、よし黒、いいよ。誰だこれ、コーチーニョか。オッケー、
一瞬入れ墨あるかな、メッシかなと思ったけど右足やったんで。オッケー、さあ何個黒出るかやね、出るかやね。さあイタリア行ったらロナウドが来てほしいけどね。ディフェンス、ミナンダかなこれ。ミナンダやね。危ねえ危ねえ。GP で引いてまいそうやった。順調な感じ、滑り出しじゃないのか。さあ飛ばして、半分黒出へんかな24回やって12個黒とか。よしフランス、ネイマール、おーし黒、しかもパリ・サンジェルマン。いやーディフェンスはもういらないよまあ使えるかもしれんけど、マルキーニオスサイドバックでも使えるしね。まあ黒だから、まあ希望は前線だけどね。さあイングランドが飛んだ、そして黒、何これかなりいい感じやね。マネか、よしよしよし、いいんじゃないか。このガチャいいね、やっぱ CL ガチャ素晴らしいよ。確率かなり、このガチャは引くべきだ。 GP でも引くべき。ドリゴン、おいまた黒来たよ。誰これ、ケインか、ケインか、ケインスピードないからな、絶好調なら使ってみたい。おメルテンス、マジでスーパーサブのメルテンス来たよ、これは嬉しい。ケインも絶好調なら一回使ってみたいって感じかな。いやめっちゃ黒くるねこれ。おおまた黒、マンチェスターシティか、フェルナンジーニョ。よしよしよし、セントラルの機械ができましたね、これで。イタリア飛んでロナウド送るか、さあ、あとはネイマール、ロナウドあたりがまず欲しいね。そうすればかなり戦力アップになるけど、さあここで一旦落ち着いて
ガチャの調整をしつつ黒が来る流れを作っていくよ。おお来た、マジで来た。あーメッシか、かぶった、メッシかぶった。まあでもレベル30やからこっちのメッシを使いたいね。まあしょうがない。まあさすがに3個かぶってメッシを交換に出すかって言われたらしないからな。まあ今まで使ってたメッシをトレーニングコーチにしてやるのがいいか。ああイタリア行ってくろう。11番誰や、ドゥーグラスコースタードゥーグラスコースター。いやーロナウド来てくれたら嬉しいけどな。このガチャコンプすりゃ最強やけどね。でも今回初めてやね、かぶりで一つのガチャから黒が2個出たんは。なんか全部引きたい気もするけどな。ちょっとあとは GP で引くか。 GP で黒は来なくなったか。いやー来ねえなー。エンゾンジね、自分結構好きな選手なんだけど、まあ、今んとこはもう最強のボランチ陣持ってるからね。今作は出番なしのようですね。イタリア来たよ。金が続く。あと4回か。4回のうち黒が出るか。さあ来た。金か。チームはユベントス来てるんだけどね。いやー流れが悪い。ソン・フンミン、そう簡単にはいかなかったね。
ネイマールとか欲しい選手いるけど、来てくんねえかな。まあ、フランスに飛ばんことには始まらんしな、ネイマール、ムバッペあたりは。さあ、一応、ラストの予定の。いや、銀か。どうしようかな。あと、コインもね、監督とかも取っていきたいしな、残しとくっていうのもありやっちゃありと思って、ここまでにしといたんだけど、引いていくか。まあ、ただこれで引けんかったら後悔するんだよね。いやー、フランス飛んだのに。これが課金の闇なんだよな、止められないっていうのは。そして黒が来ないでしょこれこの流れがちょっと怖い。アイルウォーカーも足が速くて使える。コマが4だから C の時はちょっと使いづらいっていう感じですね。まあ理想は自分は黒のをたくさん手に入れてターンオーバーで試合するのが一番理想だけどね、実際。だからメッシも2つあるから残しててもいいような気がするけどね。2つチーム作れたら一番最高やけどな。それで回復も全然しなくて済むし、まあ GP の運用がどうなるかっていうのが分からんけど。おーし、黒きた。おモドリッチ最優秀選手来たよ。モドリッチはね、スピードが速くなったから多分使いやすいと思うんだよね、セントラルで。しかも攻撃的な選手で、どっちかってカンテとかビダルとか、今ビエラだけど、攻撃的な選手としては使いやすいからね。さあ来たよ。これはこれは来たんじゃないか、ネイマール。オッケー、ガチャ引いてよかったやつ。あ、しかももう一人来る、来てた。結構満足したな、ネイマール来たんで。まあ、あとロナウド来たら完璧やけど。さあどこでやめるかやね。まあ、GP もあるから GP で引くか。コイン監督とかに取っときたいしな。まあもうこっからはちょっと GP で引いていきますか。結局何連やったんだっていう話になるんだが。まあ後でガチャのタイトルにしときましょう。さあ黒、ハムシックかなこれ。ですよね。いや、ハムシック黒か。いや、トップ下だよな、セントラルっていうよりかは。やっ
バハムシクは。またロナウド引く作業だ。マンジュキッチやね。ロナウド引けねえかな。どうにかそこ頼むで。おしくろ。しかし。ナポリ。インシーニ。ウィングでもウィングかなり引いたな。そうなるとセンターフォワードが引きたいね。センターフォワードが。フランス、ムワッペか、カバーニ。おお、しかも来た。パリ・サンジェルマン。ディマリアかな、これ。左足。いやー、ディマリア、サイドの選手いっぱい引いていく。ウィングはもういらないわ。マネも取ったしね、今日。このガチャで。あとはセンターフォワードに強力な選手が欲しい。そうしたらかなりチームはほぼ完成するね。よし、クロー。誰だ、わかんねえ。19番って誰？ボナッチ。はい、ですね、今ガチャを37回やってましたね。111に取って黒が16個、あとガチャを13回やろうかなと思います。まず GP で1回引いて、あと12連をガチャで、GP ガチャじゃない、コインで引こうと思います。それで50連で動画投稿したいと思います。さあ早速クロー、ナバスかな、これ。OK、 ゲットしていく。ほぼ半分黒が出る計算だね、これ。今回かなり確率はいいよね。まあ半分いってないんだけど、コントガチャの確率、黒の確率がかなりいいと思いますね。これはデブライネか。トップ下を使うようになったら使いたいね、ぜひ。さあ黒、ほんま黒引ける。バランだね。おお、ナインゴランも来た。3つ黒っていうのもあるんですよね、今回。そういうのも引いてみたいね。
しよし、くろくろ。これはジエゴコスタか。どっちかっていうとやっぱスピードのある選手が欲しいね。マジで黒吹けるね。カゼミーロか。よし、クロクロ。ルカクっぽいね、これ。ルカクはスピードもあるしね。これが最強じゃないか、今回自分のチームの今んとこセンターフォワード。よしよし、クロクロ。マジクロ引くね。レアステーゲンか。このボックスガチャ、CL 期間中毎回出てくるのかな。さすがにボックスの数を減らしたガチャは出てこなさそうだけどね。わからんけど。まあ何でも作れるからな。コナミ次第だもん。このボックス作るの。さあ。誰だ、グリーズマンか。今グリーズマンセンターフォワードで使ってもいいよね。グリーズマンヘッダー持ってんのかな。おお、しかも黒2つ。ヘッダー持ってねえのか。昔ヘッダー持ってたよね。身長低いけどなんかヘディングめっちゃ強いっていうねイメージだったんだけど。お、ナビゲーター。2018ずっと使ってた。ラストにロナウド引いて終わるんが理想だね。6番誰だ。コケ、うん、コケか。さあラストですね。50連目。さあ誰が出るか。黒で締めよう。おお、黒きた。誰？ラキティッチか。クロアチアコンビが揃った。はい、50連やった結
果、黒28個でしたね。まあ、半分以上黒が出たっていう計算になります。まあ残り13連、追加したと思うんですけど、その中で12個出てんのかな黒。まあ、1回のガチャで2個出てったやつが何回かあったような記憶があるんで、まあ、そう考えるとすごいいいガチャでしたね。やっぱこれ CL ガチャ最強ですね。やっぱ、まあ、CL ガチャって言っていいんか分からんけど、ユーロピアンチャンピオンシップスターズ、まあ、このガチャは絶対引くべきですね。ってことで、今回の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。